お疲れ様です。今日はですね、今シーズンおすすめでトップ5やっていきます。というわけでね、シーズンが変わりまして、なんとね、今まで通りのクラロワが、はい、帰ってきましたよと。前シーズンはね、メガドラフトだったんで、まあちょっとね、それでモチベ下がった人もね、いるかもしれないんですけど、ちょっと今期はね、はい、今まで通りの、ユニレベさもね、存在します。今まで通りのね、クラロワが帰ってきたので、ちょっとね、何が強いんだろうってメガドラフトあったんで分かんなくなってると思うんで、はい、おすすめ5つやっていきます。1つ目、第5位、こちら、マイティーウォールブレイカーです。はい、これね、もう流行りまくってたやつですね。まあこんなデッキもあったかっていう感じだと思うんですけども、これがね、第5位です。まあ、俺の感覚です。はい。でも人によっては1位ぐらい強いって思ってる方もいるかもしれないんですけど、まあ、アーチャーがね、ちょっと前に下方されちゃったのはやっぱでかいかな。その時は強すぎたんで、まあ、その時よりは弱いけど、もう全然1位でもおかしくないぐらい強いね。はい、もう完成度が高いですね。本当に極めたら何でも戦えるよね、と言ったデッキになります。で、まあ、アーチャーが弱くなったので、このアーチャーの枠が、その、何、たまにマスケで使われたりとかもしてるんで、まあマスケを育ててる人とかは別にマスケでもいいかなと思います。まあ正直どっちでもいい。うん。まあアーチャーの方がいい理由としては、まあ陸受けができるね。プリンスとかの、ああいうのがきついんで、さ、あれ、ちょっと、ディガーを回したいけど、いや、めちゃくちゃ綺麗に受けられる。こいつキングギドします。できるかな、してくれ。今回ないところで、マジでやばい。あ、やばい。あれ、ポイズンっていいかな。マジでめっちゃポイズン打ちたい。エリコン壊せなかった。まあ、マイティポイズンで終わりますね。いや、もうポイズン使っちゃいます。ゴレーとゴレーダクネね。いや、久しぶりになんかね、こういうデッキを使うね。そしてゴレーダクネと試合をするね。やっぱメガドラフトだと試合しなかったんでね。そんなデッキと、そんなね、綺麗なデッキ作れないし、作ったとしてもなんか、インフェとか、ね、ペッカとかで簡単に対応されちゃうし、みたいなとこもあったんで。さあ、まあ、キングギドできた。100% ぐらいで拾われてんな。リガーの飛ばす位置が悪いか。さあ、まあポイズンとこれもマイティでいい気がするんですけど、どうなんですか。ポイと相手がザップかなんか持ってたんだっけって言いながら、でこの強みがこのマイティのバカですよね。気づけば右が折れます。マジでなぜだか分かんないんですけど、右が折れました。はい、でこれはこのウォールブレーカーでね、こんな感じで歩かしたりしてあげると、なんか意外と守りやすかったりするんですね。まあ今回キンキドできてるんで、もう解けましたけど、いや、なんか普通にタワー折られてボコボコにされてもおかしくないような試合内容だった気がするけど、リボン壊せなかったし、けどもこれがまあ相性というかね、このデッキの完成度の高さ、まあ、マイティの強さかな。いや、マイティ本当に強い。てかまあチャンピオンがゴルナインも加砲されたし、やっぱアチャクイも全盛期と比べたらだいぶ加砲されたんですけど、マイティだけね、かけてずっと生きてます。こいつすげえホグだった。なんだろう。さあ、というわけで続いて第4位、こちら、スケーラーです。はい、アウトローの五分超えのね、スケーラーですね。今の環境、まあ、隠れ最強、まあ、隠れてもないんですけど、五分超えがね、結構強いです。はい、でこの五分超えとスケキンの相性が良かったり、スケラとのね、相性がめちゃくちゃいいので、まあ本当になんか使われたら嫌なデッキですね、このデッキに関しては。マジでけど、もうこれももちろんなんですけど、デッキの完成度超高いです。はい、あ、ユニレベ12になった。そう、高い。だからスキル打たずにタワー折れることも全然あるし、よいしょ、あれ、おい、ゴルナイが飛び終わったぐらいの感じでゴブリン出したんですけど、はい、
まあ、アウトラも強いですね。強化入りましたね。前回ね。1ヶ月ちょい前ね。はい、なので。おー、これやばい。これやばいっすよ。これ、2パターン守る方法があって、今、小屋で釣ろうかと思ったんですけど、まあ、アウトローで頑張れましたね。はい。まあ、ちょっとダメージ受けちゃったんですけど。さあ、エレジャイです。エレジャイも強いよね。今はボンバー型のエレジャイかな、そんな気はしてるんですけど、どうなんでしょうか。一旦小屋置きますか。はい。まあ、エレジャイとかにも、まあ、相手がエレジャイじゃなくてもなんですけど、まあ、一旦小屋置いときゃね。小屋置いときゃなんとかなるっす。さあ、で、いやー、そっち釣られるの。で、小屋がなくなった時のエレジェがやっぱ厄介になってくるわけですけども、さっき500ダメで抑えれてるもんね。さあ、スケキンと、まあ、フェニー、アウトロー、この辺意外と守れる気がする。火力が高いっすね、アウトローの。衝撃早すぎて、こいつも次下方されていいぐらい。うん。さあ、トリマエレジェも下方してもらって、マジやばいよな。守ってるだけでこの小屋から溢れる槍ゴムで勝てるかな。さあ、ライトニング打ってくる。これさ、もうスキル打っちゃう説ある。打ってみてこっちにちょっと嫌がらせをして、あ、ギャングちょっと強いっすね。ポイズンズも遅かった。さあ、右を攻めたいんですけど、てか右を攻めたんですけど、左の方が入っていくね、この槍ゴブで。こういうデッキなんだね。さあ、で、こっからはちょっとサイドをね、左にして攻めまくって、みたいなとこがありそう。さあ、で、これスケラー打って、ポイズンまで打ちたい。こうするともうきついでしょ。で、ソウルコール使ってあげて、こっち遅れてね、後から対応してね。はい。はい。で、この槍ゴブリンで、まだなんかいい感じにチクチクしてもらってね。いや、思ったよりダメージ入ってねえな。ギャングが強いんや、俺。スケラに対して。これまたでもアウトロースケラするだけみたいな、とこありそう。まあ、負け、スケラポイズ打っていいかな、正直。まあ、攻めたいね。けど、エレジャイ来ても嫌なんで。BK 返してね。延命してあげて。あ、これ熱いっすよ。なぜなら今ギャングがいないんで、単純にこのスケラがね、打ち毒。あれ、マーラ早くないっすか。手札把握とはっていう。え、マジでさ、回るの早くない？そんなもん。そんなもんなのかな。さあ、ゴブリン火力高くて溶けていく。この間になぜかそっちが入ってる。ゴロゴロして小屋置いて、これ単品スケラポイズンでもいいですよね、正直。いや、でもこの槍ゴブ相手無視できないんでね。あ、これっすね。これで、はい、もうスケラ打って、やつですね。はい。ギャングいないとね、入るよね。エレジェイって基本的にね、スケラの受けカードが入ってないんですよ。そうなんで、打てば入るはずなんですけど、まあ、今回ギャングがいたんで、ちょっと通りにくかったですね。まあ、でも、小屋置いて、本当に小屋置いて、なんか後ろから水流してスケラ打つ。これはそれだけっすね。常に自分の場に、小屋を置いとくっていうのが大事だね。なくなったらすぐ補給してあげてね。いや、この辺マジなんかすごいな。どうやったらこうなったんだ。さあ、ということで、続いて第3位。こちら、ホックエイク。ということで、マイティのね、強いデッキですね。で、この第3位なんですけど、ちょっとね、いろんな、もう同じようなデッキがすげえいっぱいあるんで、ちょっとまとめてね、もう第3位としてちょっと紹介するっすね。っていうのがですね、はい、こちらですね。まあ、これほぼ一緒なんですけど、ボムタワーじゃなくて迫撃ですね。まあ、より攻めれるよと言った迫撃ホグのパターンもあります。
で、あとは、こんな感じで、ゴブリンのパターンもありますね。ほんと一枚替えなんですけど、そう、縦線ではなくてゴブリン。なんで、この迫撃ホグでゴブリンでもありってわけですね。で、結構変わるんですけど、これですね。はい。マイティーマスケ縦線アイスピウッド。この5枚は一緒です。クエイクが5になって、何これ、ホグの枠がドリルになったよと。で、あとはホグじゃなくてディガーになったよ。で、呪文はポイズンだよみたいな。このマイティーマスケ縦線アイスピウッド言ったら、この5枚はもうほんと強すぎるんですよ。このセットがね。この5枚固定でディガポイだったり、迫撃だったり、ホグだったり、守り固めなボムだったりみたいな無限なパターンがあるんで、ちょっとぜひね、自分の好みで皆さんやってみてください。ちなみに俺はね、この迫撃ホグが好きですね。はい。なんでさっきボム型で紹介したけど迫撃でやろう。いやーなんかね、やっぱこう、ホグってトルネ持たれてるとダメージ取らないじゃないですか。なかなかね、相手がミスしてくれるだとか、回転早めて2周目通すだとか、なんかそういうことしないと通んないから、クエイク削りで頑張るみたいになるんですけど、やっぱね、クエイク削りで頑張るのもね、しんどい。そう。なんで、やばい。なんでやねん。マスケ置い。そうだ、そんな時に、これ、迫撃の方があることによって、ね、迫撃で攻めれるんですよね、ホグ通んなくても。こっちでダメージ稼げたらもうすごい楽なんで。で、他のユニットとかにトルネ使ったら、ホグを飛ばすだけなんで。相手の敵なんか嫌だね。よいしょ。この迫撃ホグっていうのはね、大会でもよく使われてるし、強いよね。さあ、アイスピー。おー、いいファイボー。鉄火工場なのか。でもちっちゃくなってんな。コナン君信者いるぞ、これ。見た目も小さい。コストも小さい。鉄火じゃなくて、ミニ鉄火。意外とこの、ね。ちょっと受けがたまたまないサイクルに入ってる。アイスピード戦だからな。結構硬い方では。さすがにこれはもう一発ぐらい打てるよね。いや、マザネクが嫌っすね。ちなみにクエイク打ったらマザネクしばけます。今だとさすがに後取られちゃうんで。さあ、まあ、迫撃置いても良さそうっすけどね。正直。置いちゃおう。で、言うの？なんだ、ペッカいんのかな、これ。本当に子供になっただけ説ある。ああ、違うやつ出てきた。これマスケがいたな。ファイボだと、ああ、ザップね。さあ、これは、ホグで、背面飛び、運動神経いいタイプのメガナイト。いやー、この縦線強いよなー、これ。見すぎてた。はい。正直、無限に攻めときゃ勝てそうな気もするけど、目がないとね、ちょっと怖いんでね。はい。なんかこれ、そう、あるんですよね。効かないやつ。ずるい技が。さあ、これ延命してね、まあやってホグまで行ってもいいんで、行き過ぎかな。あ、でもユーノも出してマザネクも出してんで、でクエイクまで打ってやりすぎだなぐらいまでやって、ウッドでいいね。さあ、気づけばクエイク圏内というね、この迫撃で攻めてペースをつかむことができるんですよね。しかも防衛もなしで壊れたからな。こいつも解放されていい。はい。さあ、俺の大好きな迫撃ホグですね。まあ、それと、まあ、系と違う系のがね、まあ、ドリルか。ギガポイはまあ、似てはいる。似てねえかな。ホグと同じっすよね。ホグも飛ばすだけ。ディガも飛ばすだけなんで。まあ、そういったらこれも、これも同じなんですけど、ドリルも飛ばすだけです。はい。もう、守って飛ばすだけ。シンプルですね。で、ドリルはね、俺超好きなんですけど、何が好きかって、勝手にダメージ入ってくれるじゃないですか。
相手がこれもしバルキリーとか持ってても勝手にダメージ入るじゃないですか、はい、あーだいぶマシマシっすね。範囲が範囲マシマシなの嫌っすけどね。これまあ、あ、痛いっすね。まあでも大丈夫そう。うっ、あぶねえ。あぶねえさ、ゴーストメガナイト、いやドリルね、ゴーストでね一応抑えられちゃうんですけど、最終手段がねこのファイボ、あとウッドは結構積極的でいいかな。このドリル飛ばしたと同時、まあ同時ちょっと遅れてウッドもね転がすとね、よいしょ、謎に逆いっちゃう。ゴーストをニョキって滑らしてゴブリン無理やり入れたりできるんですよね。さあもうこの一発で強いじゃないですか、だって言ったらこれね、あのコスパ良すぎマイティにしよう。ああ悪すぎ。いやもうプリンスあれなら先言ってよ、出しちゃって。さあマイティが下手だった。でウッドいらんかったっすね、結局マスク行かれるなら。さあ柳目のみたいなね、相手でも攻めカードがさ今んとこ情けではある。柳目しか、柳目のダメージしか受けなければもう俺の勝ちみたいなのがありそうっすけど。さあまあドリル飛ばして、まあボム置いときますか確実にね。いやもうこれでだってずるいっすもん。ダメージ入りすぎやん。おお、マザネク。そうなるとラムとかいても良さそうですけどね。プリンス、ちょっとメガナイトで踏まれるのやっぱ怖いっすからね。やば、でなんかあれ、ゴースト U のプリンスか、火力マシマシ系でしたね。まあ、勝てば関係ないんだけど、勝てば。さあ願いと踏まれていく。まあでももう気づいたんでね、そのディガーとかもないしっていう、それを知っちゃったらもうね。はい、緊急起動してこの間にねもう一回逃げちゃう。あ、ウッド早く、ウッドが遅い、ファイブが遅い。さあ、いやこっからっすよ、そのドリルの強み、そしてマイティのチャンピオンサイクルの壊れ、回転バカ早いですから。一回ドリル飛ばしてアイスピウッドもう一枚でドリル飛ばせるわけですよ、マイティこれ出してると。トラカドなんでほんま強い、3倍タイム強いのってねやっぱ結構大事だと思うんですよ。行きますか、はい、ね、でここでメガナイトもゴーストも咲いてんで、ここでもう一回飛ばせるんですよね、これが強い。ああ、ウッド忘れてた、もう忘れてんの良くないですね。明らかに良くないな。ウッド打っとけばね超ダメージして今の。さあもうドリル飛ばしてあとはもう一回耐えるだけですね。いやもう最後の方にねでもドリル投げまくるのがね強すぎて。そう、もうやばいよね、ズルなんですよ、ズル戦術です皆さん、これ
続いて第2位、こちらエレジャイです。はい、おめでとうございます。あなたはいつも入賞しています。はい、2位です。はい、1位にしようと思ったんですけど、またエレジャイかと、いつも強いやんってなると思ったんで2位にしました。はい、でボンバー型ですね。アーチャー型、ボンバー型、あとはねハイスピ型とかもねいますね、たまに。そうなんですけど、まあボンバーやっぱいいっすね。ボンバーいい。で、タルがファイスピのパターンもあるし、ボンバーがファイスピのパターンもある。まあ、どっちもあるんですけど、俺はこの安定型が好きですね。で、今回相手はコカちゃんか？なんかちょっとうまそうな顔してるっす。これやべ、走れば逃げ切れたかな。ちょっと無理やり行って、みたいなないかな。ちょっとありそう。うっ、うっ、あー、大砲だ。大砲やばい。枯渇でしたね。ちょっと枯渇か。まあ、一旦ね、耐えます。ローケね。はいはいはい。さあ、ずれてる時にね、ボンバーとかあるとまた幸せなんですけど、だいぶお怒りだ。多分マイティーコカツかな。これが蓋して良さそう。でここで走るとかじゃなくてフェニックス追加をするのがやっぱ大事ですよね。ロケか。お、ロケ打ちたい。ロケ打つコストがない。意味わかんなくないですか、ほんまに。いやでもこういうことなんですよね、結局。ああ、グッドゲームです。本当に強いんですよね、エレジャイって。もうなんか仕組みがトルネ加工しろとか、もうゴルナイ加工しろとか、そういうんじゃない、エレジャイを加工しろ。間違いなくもうその本体を加工してしまえばね、そんなこと言われないんですよ、LJ 強すぎ。お前出すだけやん。何年間言われ続けたんですよね。はい。さあ、これが超絶おすすめの LJ くんです。いや、もう気持ちいいですけどね、勝つ側はね。LJ ゴルナイフェニックス3枚出したら倒れますから、折れてはねえけど相手が諦めてくれますから。じゃあせっかくなんでもう一戦ね、ガブリエル。さあ感電させてこ、感電、まあ、取り負けついりじゃいしとくのがいいですね。なんかエリジャイ、まあ相手にもよるんですけど、なんか取り負け、エリジャイ出してそのあんまコストを使いすぎない。エリジャイ出して言ったら3枚か4枚でエレジャイが回るわけじゃないですか。だからもう最低限回してまたエレジャイ出す、これを無限に繰り返しとけばね強いと思ってます。よいしょ。さあボンバー一旦出すか。相手待ってくるって何なんですかね。え、待ちすぎやろさすがに。いや動くんかい。トルネ持ってそう。あ、まあ、バルーンかな。あ、タルなんでバルーンですね。やべ。やべ、フリーズ来る。マジでやべ。トルネ使うから。まだ一発に押されたのは幸せっすね。はい。見て。タルランバーか。ゴレの可能性もあった。よいしょ。まああれはなんか歩いてもらって、でエレジャイってインドラに強いじゃないですか、インドラとマイティに。でもこれってひっくり返る法則があって、フリーズを相手が持ってるとひっくり返っちゃうんですね。フリーズだけきついんですよ。インドラフリーズ、マイティフリーズでほぼ解けます。はい、
なんで、割とこっからちょっと、厄介になる。これめっちゃ美味しいな。無料でキングギド。ただや。まあ、トルネ使わして、トルネ使わしてこのインドラでね、楽に守ろうぜみたいな。あ、でもこれ、なんか、ビリビリ受けてんの。よいしょ。エリザイの防衛ちょっと苦手な顔してんの。あ、フェニックス食ってるわ。サイリント追加して、追加して。してやねや。トリマ強えね。なんだかエリジャリンとかはね、ちゃんとデッキの完成度も高いんで、トルネとタルババもあるんで、小物系にも戦えるんですよね。そうで、大砲もあって防衛力も硬くて、最後のワンパン力も強いみたいな。最強かい。さあ、そんな最強を押しのけて、堂々と第1位、こちら、キョスケロイフグミラー。はい、こちらでした。1位ですね。まあ、1位でも2位でももう本当どれも強い。ぶっちゃけ5位まで全て強いんで。はい。ちょっと自分に合うのを見つけてほしいんですけど、もう俺の今日の感覚でランキングつけました。こいつが1位です。はい。で、これもね、いろんなパターンがあるんですよ。マジで。まあ、ミラー。今日はミラー入りをやっていくんですけど、まずこのホバの枠がマザネクで、マザネクをミラーするパターンもあります。はい。うざいですよね。マザネク、マザネク。スケラ使ってたらもうワコンです。はい。無理です。勝てません。のマザネクミラーもあれば、こんな感じでホバミラーもありますね。はい。ヒギオッピーっていう技なんですけど、ホバ2体で無限にね、空から攻撃していくパターンもあれば、俺は両方欲しいよ。両方使いたいマザネクとホバって方は、まあ、鏡をね、これ、マザネクにすれば元の形になるので、まあ、マザネクホバザッピーの安牌パターンもありますね。なんでそこは本当好みですね。ミラー、を使えるなら、まあ使った方がいい気もする。キョスケミラーだったり、あとは最後のロイホグミラーですね。その辺がすごい強いですね。ホバミラー、マザネクミラーとかで、だいぶこう、最後の最後の大逆転っていうのがあるので、まあどっちもいいですけどね。まあ好みで。よいしょ。これ、もう、カウンターです。グッドゲームじゃないですか。で、なんなら、遅れて、ね、ロイホグミラーまで行っちゃいたいみたいな、贅沢プランもあるんですけど、まあ、さすがにおとなしく守りますか。やべ、これ右手なんか入りそうなんだけど、嘘でしょ。嘘だと言ってほしい。いた。よぶねー、今一発なら許しますか。このホバも入りますからね。はい。まあ、鳥はね、このデッキは、まあもう今すでにもう強いんですけど、トーミーだって。この、キョスケプラス周りの組み合わせが強すぎて、ロイホを出さなくてもね、ダメージを出せるんですよ。キョスケホバとかキョスケザッピーとか。まあ諦めたっすね。なんやこいつって。その攻め強すぎやんって言って、諦めました。そう。なんかもう、ほんとキョスケザッピー、キョスケホバだけで攻めが通用しちゃう。で、そこに相手がコスト使いすぎたらロイホグ追加みたいなね。まあ、あとは無理やり削りたいなら、キョスケの後ろにロイホグつけて、キョスケが竹取ってる間に豚で削る。で、キョスケがやられて、豚対応されても、そのキョスケのバカで、結局ね、相手のユニットも溶かせるみたいな。まあ、ちょっと、2試合が早すぎてわかんねえんだ、もう一回いくか。一つ、絶対やっとけっていうのが、もう、あれですね。ケツザッピセバからの真ん中ドリドン。もうこれできれば、このデッキ使えます。はい。もうみんなプロになれるぐらい。ケツザッピからの真ん中ドリドンです。はい。これね、これだけでね、何でも守れます、正直。多分。9割。何でも守れます。正直なとこね。さあ、ゴブジャイ、ゴブジャイ PP 枯渇みたいなの来たんだけど。いつのデッキみたいな。ほんまに嘘、5を使ってほしいんだよな。あー、でかい。さあ、5を使わせて、こっちが生きて、気をつけ、残ってほしいな。行かれるか。
まあさすがにこれは残ってんでね、豚で攻めてあげて、まあゴーストで回収しますか。いやマジザッピー優秀だよな。うわ、槍ゴブの使い方うまっ。いい処理や。さあこれで逆サイゴブじゃ生きて住む未来が見える。来んのかい。まあプリプリっすもんね。まあホバぐらい出してね、ちょっとファイボ使わねえか。あ、なんかでも釣られんのかな、それ。ジョスケタワーまで、タワーまで走れ走れ走れ。いやーめっちゃ惜しいけど、ザッピーだけで抑えられてるのが幸せすぎる。よしよし。さあでこれもう一回あのゆっくり行こうぜっていう。ジョスケミラー、まあロイホブミラーはね刺さる時が来れば強いんだけど、それまではもうおとなしくおとなしくね、ちょっとこうザップセバして、あれがね、あーでもいい回も。そうね、無理はしないだいぶ控えめな戦い方してる。おい気をつけ入ってるやん。さあ気をつけミラーするだけで勝てそうな。ロイフグからのロイフグみたいなプランもちょっとあるっすよ。ファイブ、あーこれファイブバーとか213だ。もう呪文圏内でした。さあナイス簡単です、このデッキ。以上おすすめ5つでした。ウォールブレーカー、スケラー、まあ、あとホグ、まあ、これはね同じ系統、ドリルだったり迫撃だったりいっぱいあるよと。でエレジアイ、そしてキョスキロイフグね。はい、皆さんこちらねぜひ使ってみてください。よくばちゃんとよくもねお願いします。お疲れ様でした。またね。